公園にやってきましたけどね、この山ここもやろね、ナビで何にも表示されてないけどね、どうだろう、5分だろう、ちょっと今横を横切ったんでね、どうもそんな感じするんだけど、山の形は前方後円墳でございます。あの看板見てみましょうかね。はい、やってきました。古墳時代中期、寛平山第一第二号墳、古墳時代中期、どうですか、英墳ですか、二つ繋がってしまうね。15メーター、13メーター、なんかね、遠くから見るともう完全に前方円、後円墳でございます。ちょっと星から見てみようか、どうや、いけないか。あ、こっちはねコンクリで固めてあるダメやな、残念。ほんま、こっから見てもそんな感じやで、前方後円墳みたいな感じやけどね。そうですか、円墳が2つでございましたか。13メーターと15メーター、墳頂にはどっか上がれないかね、これ上がれそうやけどね。反対側はね、コンクリで壁作ってたんでね、こっちはどうやろう。お、池だ。こっちは池でございましたか。完全な丘陵地ですね、これは。ここから上がれそうやね。ということは、調査されてるから間違いないでしょう。上がれますよ、これは。円墳が2個でございますね、あの書き方ではね。ということは、こっちの墳頂と2つ墳頂あるかね。ああ、登れますよ、これ。結構高いけどね、10メーター以上あります、これ。だからね、あれ、墳頂1個しかないからね、これ。どういうことや、2個ということ書いてあるけど、破壊されたか、反対は。あら、フェンスだ。行かれへんな。残念です。こっち下は、あ、下のフェンスでございますね。残念でございますね。ということはね、もう一つの墳頂が見当たらない。見当たりませんでした。1個しかね。これ、どうなんだろうね、これ見た感じ。横から見ると本当にね、前方後円墳やけどね。残念でございました。こっちは墳頂がないよね。あの、さっきの地図、あの看板見てみようか。どこも合点いきませんね、これは。これ見えるかね。はあ、すごいね、これ。葉っぱふわふわでございます。おう、こんなふわふわでございます。おお、おお、石があって、
自信乗り上げてこういうとこやったのにね、用事しないとよく来るからね。こっちはこっちがええな、こっちがまだおいでそうやわ。おい、な、看板たまに出るよ。ああ、なるほど、右側が低いんだ。これしかしどういう書き方してんのかな、これ書き方によるんやけどね。あの、これ見たらね完全に電波こういうふうやけどね、この形もどうだろうね、調べはったんやろうけど。ということは どこをどう見たらええねん、これ。このここが一番高いからな。高いはどこが一番高いの。この線じゃ分からんな。やっぱりこっちが高いのかな、これは。そういうことだな。この古墳なんか全然教えてくれなかったね、柏市役所行った時。こう公園でございます。前方公園と思ってきたんでね、前方公園のパッと見て6、70メーターかな、そんな感じで来たんだけどね。こんなやかね、60メーター、70メーターね、雰囲気的にあんねんけど、違いましたか。関係1、5分、2、5分。はい、中野郎。はい、ありがとうございました。